歩みを進める南阿蘇村。3年後の復旧を目指す阿蘇大橋をはじめ、たくさんの場所で工事が行われています。工事には県内外から多くの人が応援に来ています。その皆さんが通っている一軒の食堂があるんです。やってきたのは阿蘇大橋があった場所から車で5分ほどのところにあるふるさと食堂です。お昼になると店内はたくさんのお客さんでにぎわいます。満席だ。どうですか、このお店、このささみ大定食の最低やものっていう、どういった仕事が仕事なんですか。壊れた家の解体の仕事で、解体で、はい、大阪から大阪から、大阪から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 。皆さんは熊本の方ですか。みんなバラバラです。長崎、宮崎、ああ、熊本に来られてどのくらいなんだったんですか。5ヶ月。どういうふうに工事が仕様になってるんですか。中心再復旧、そんなかっこいいこと言ったね。大橋の震災復旧工事、皆さん食べようになったちゃんぽん、美味しかったです。びっくりしました。長崎にも負けない美味しいちゃんぽん。人気の食堂を営むのは近藤栄一さんと津美子さん。この食堂を夫婦2人で切り盛りしています。私の後食堂を再開しなかって、最初は6番お客さんが多かった。最近は多かったよね。でも大阪とかあと関西の人に行かないと。まだ未だにその人たちね、まあ、未だにまだ来られてます。今度は解体業もしてるけど、終わった人はこの土木とか工事の合間に行ったりとか。はじめはですね、まあもう3分で行かられる人は多かったよ。え、両馬、あ、両馬大入れよった、大入れ、あ、わけもんが終わらせてね、余計パスを取るんじゃない。みんな腹減らしてもらして、お腹減らしてもらうってこと。お店一番人気のちゃんぽん、野菜が大量入ってなんと500円。安い。でしょ。あら、美味しそう。野菜がちょうどよく炒め方っていうか、野菜シャキシャキとですね、野菜がこんなことですね。地震の後から始めた唐揚げ定食は600円。カツ丼は地震前から値段を70円下げたそうです。地震前大手5分、いや、もう1回目は出てた、ちょっと揚げようかとか。あ、でもね、工事に来た人が食べて喜びなんだ。実はここに狙って安い、多分これくらいんで。栄一さんは約40年前に食堂と民宿を始めました。アットホームな雰囲気が人気で、毎年長期で宿泊するお客さんも多かったそうです。昨年起きた熊本地震、隣接する自宅は全壊、民家と食堂も大きな被害を受けました。ご夫婦は南阿蘇村の仮設団地で暮らしています。地震から4ヶ月後の昨年8月、水と電気の復旧を待って急いで食堂を再開しました。ようやく見せ場所と思ったんですね。あれはね、全然なんか本当に仲良くいないもんね。このお店がないと、飯食いとくの中と、だけ早分けしてくれる。お二人はゆっくり食事に出ることができない。工事関係者のためにお弁当も作ることにしました。食堂とお弁当の仕込みをするために毎朝早くからお店に出勤します。ご飯の量が凄かった。ご飯の量が凄かった。寂しいやつです。寂しい。ああ、乳酸菌量も。温かくてボリューム満点のお弁当は忙しい皆さんに大人気です。
毎日です。従業員みんなも聞いてるの、本当食事助かってますんで、毎日弁当、美味しそうな弁当を作ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お二人が作る愛情たっぷりのお昼ご飯、熊本の復興を陰から支え続けています。皆さんこんにちは。こんにちは。今週本橋さんお休みです。今日は清家が担当します。よろしくお願いします。